皆さんこんにちは。うさんくさいネット物販講師です。円安ドル高の今、アメリカアマゾンで販売する手法は、数あるネット物販の中でも、誰でも簡単に最短ルートで大金持ちになれる手法です。この機会をお見逃しなく、この動画をご覧いただいた方限定で、先着5名様追加のコンサルティングを募集しております。詳しくは動画概要欄の URL を今すぐクリック。はい、皆さんこんにちは。今回も茶番劇からスタートしました。ネット物販講師の黒沢です。今回はおそらく皆さんが一番気になっている為替相場と中国アメリカネット物販の相関関係について、抽象的な話ではなく数値を用いて、実例を用いて比較しながら説明させていただきたいと思います。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。今回の論点3点お伝えさせていただきます。1点目、中国アメリカ物販を行う場合、1ドル何円かという日米の為替だけではなく、1元何円かという中日の為替にも目を配らせる必要があります。そして現状、中国元の価値もアメリカドルの価値も上がっているのですが、正確に言うと日本円の価値が下がったので、中国元やアメリカドルの価値が上がったと考えるべきです。3カ国の通貨を扱うネット物販を行う上で重要なことは、どの国の通貨の価値が上がったかというより、どの国の通貨の価値が下がったので相対的に残りの価値が上がったという観点です。2点目、少し先走ってお伝えすると、円安ドル高ということは、今までと全く同じ商品を全く同じ金額でアメリカで販売しても、日本円ベースの売り上げは 1.5 倍ぐらい得をするような状況です。具体的には37万円ぐらいの売り上げが現状52万円ぐらいの売り上げになっていることは確かです。しかしながら、円安ドル高だから儲かるからこのビジネスをやろうという考えは時期尚早、早計な部分があって、為替というのは一過性のものですから、何年か後には円高ドル安になることだって十分あり得るわけですね。よって、あくまでも円安ドル高だから円高ドル安だからっていうことで右往左往せずに、そのビジネス自体がしっかりと地に足をつけた堅実な三方よし、売り手よし、買い手よし、世間よしのビジネスかどうかということを見極める必要があります。3点目、売上の話の続きなんですが、数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使うという言葉があります。情弱ビジネス発信者の方たちは、月商と月収をごっちゃにしたり、売上と純利益をごっちゃにしたりして、あたかもものすごく儲かるようにミスリーディングを誘発させようとする嫌いがあります。今回も売上の話はもちろんしていくんですが、実際にいくら手数料を支払って、実際に純利益としていくら手元に戻ってくるのかという話までしっかりと掘り下げて言及させていただきますので、最後までご清聴いただければ幸いです。では1つ目、日本円とアメリカドルだけではなく、中国元も意識しながら、何年か前と現状をホワイトボードの左右に分けて記載しましたので、上から順に見ていきましょう。まず何年か前、1元16.5円でした。この為替レートの時に4500元分の買い付けを行ったら、商品代金は 74,250 円になります。ちなみにこの4500元というのは、1個30元の商品を各商品3バリエーション、各バリエーション5ロットずつ10商品買い付けた時の金額です。現実的なちょっと強気のテストマーケティングの金額になります。1商品約400グラムと考えています。この商品代金に代行会社に支払う手数料や国際送料エトセトラを加算すると、合計の請求額は約19万円になります。これは中国からアメリカまで航空便エア便で送った時の概算見積もりとなります。一方、現在1元20円から21円あたりをフラフラしています。同じ4500元の商品代
代金を日本円にすると9万円になり、代行会社への手数料もろもろを加算すると22万4000円程度の請求となります。以前と比べると約 1.2 倍、買い付け段階で3万4000円多く支払うということになります。さて、アメリカアマゾンで販売する時の状況を見ていきましょう。30元程度で仕入れた商品の販売価格は相場とすれば 21.99 から 29.99 という点を勘案し、今回 24.99 ドルで商品を販売したとすると、日本円だと1個2499円で販売するということになります。150個買い付けたわけですから、2499×150 で全ての買い付けた商品が売れたら、売り上げは37万4850円になります。一方、今は1ドル150円を超えてしまったんですが、1ドル140円と考えると、同じように 24.99 ドルで販売すると、1個あたりの売り上げは2499円ではなく、なんと3498.6円となります。150個販売したとすると、52万4790円になるわけです。同じ商品を同じ金額で同じようにアメリカアマゾンで売ったとしても、何年か前と今だと日本円として戻ってくる金額にえらい差がありますよね。ただここで話を終わらせてしまってはいけないわけです。これはあくまでも売り上げですから、実際にいくら利益が出るのかということも考えていきましょう。今回この30元で買い付けた商品は服&ファッション小物というカテゴリーの商品だったとします。服とかカバンとかその他諸々のファッションアイテムのカテゴリーですね。アマゾンだと服&ファッション小物というカテゴリーは、商品が売れるたびに販売金額の 17% を販売手数料としてアマゾンに支払う必要があります。よって2499円から販売手数料の 17% を除いた 0.83 をかけると、ようやく我々の懐に入ってくるお金の一端が垣間見えてきます。さらに FBA 配送代行手数料という、 Amazon からお客さんの手元に商品を送る際の配送手数料の一部も我々が負担します。だいたい3ドルから8ドルぐらいになることが多いんですが、今回は500円コストがかかると考えます。2499×0.83-500、これに商品のロット数をかけると合計が236,126円となります。それでも23万円も儲かるのと思った方、残念でした。そもそもこの商品は19万円かけて買い付けてる商品なので、実際の純利益は236,126円-19万円となります。同様に考えると、1ドル140円の場合、1商品の売り上げは 3498.6 円ですから、 3498.6×0.83-500×150=36,576円と出ます。ここから商品を買い付けた時の総コスト22万4000円を引くと、初めて純利益がいくらか算出されるというわけです。これでようやくデータが出揃いました。比較すれば一目瞭然なのですが、今まで4万5000円程度の利益しか出なかったところが、現在は13万5000円程度の利益、利益額ベースだと3倍ぐらいの利益を得ることができます。つまり今まで多少の利益が出ていた商材は、今ものすごく利益が出る商品になっている可能性が高いということです。もしくは、例えば 19.99 ドルでこの商品を販売した場合を計算してみるとわかるかと存じますが、 19.99 ドルだと今まで赤字商品だったものが現状を利益が出るようになっています。もちろん一過性のものではあるんですが、以前赤字が出てしまって販売を取りやめた商品、もしくは商品リサーチ段階で赤字が出るから諦めてしまった商品も、今の状況であれば利益が出る可能性があるということです。というわけで、今回は為替相場の変動による中国アメリカ物販の追い風について説明をさせていただきました。これだけ見ると、今すぐ中国アメリカ物販
やりたいって思う人がいるかもしれないし、それ自体は私としては非常にありがたい、嬉しいことではあるんですが、冒頭でお伝えした通り、為替相場の変動によってどのビジネスをやるか取捨選択するというのは、合ってるようで間違ってるようなことだと思うんですね。繰り返しになりますが、為替相場がどのような状況であろうが、堅実なビジネスは堅実なビジネスだし、為替相場がどう変動したから利益が出る、どう変動したから利益が出ないではなく、どのような経済的な波の中でもサーフィン波乗りのようにどのように収益を出していくか、臨機応変に試行錯誤しながら柔軟に対応していくことが重要です。ダーウィンの進化論でもあるように、最も変化に順応できたものが生き残るという言葉もありますし、これが唯一絶対の答えだとか、この手法をやれば誰でも儲かるといったものは本来ありえません。それはあくまでもホラ吹きの情弱ビジネス発信者、自称 SNS マーケターの輩が吹聴している空論に過ぎませんから、そういったビジネス探しをするのではなく、自分が愛情を持ってして対峙できるようなビジネスを見出していくという観点で、これからネット物販ネットビジネスをやろうかなと検討している方は、冷静に俯瞰してみていただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。